ドックランズライトレールウェイは、ロンドン東部ドックランズを走る鉄道。ドックランズ再開発計画の一環として1987年、開業。ライトメトロライトレールの形態を持つ。ロンドン中心部と、カナリー、ワーフ、ロンドンシティ空港、エクセルエキシビションセンターなどの東部の主要箇所を結んでおり、年間8000万人以上の乗客を輸送している。鉄輪式の鉄道で、 小型車両を用いた自動運転の高架鉄道であり、非常時や2012年のロンドンオリンピック期間中、などを除き無人運転で運行されている。ゆりかもめなどに並び、自動運転技術の進んだ世界で有数の路線である。ロンドン地下鉄とは違い、信用乗車方式を採用しているため、改札はない。その代わり、オイスターカードのリーダーが設置されているため、 改札がなくて DLR に自由に乗り降りできる状態であっても乗車の前後にタッチしなければならない。駅員も一部地下駅を除き基本的に配置されていない。不正乗車が発覚すると80ポンドの罰金が課せられるが21日以内に支払うと40ポンドに減免される。DLR では全駅がバリアフリー化されている。 ロンドン交通局は2013年7月1日から半年間全長2メートル未満の自転車の持ち込みを認めている。ただし、平日の7時から9時までと16時から19時まで以外の時間帯及びバンク駅とシャドウ L 駅の間以外の路線に限られ、車内や駅での使用は禁止している。DLR に限ったことではないが、日本では通常通り抜け可能な、 車両の連結部のドアは緊急時を除き通常通り抜け禁止である。DLR ではすべての駅構内はもちろんすべての車両の車内を監視カメラで撮影している。DLR には6つの視線があり、現在は以下のような系統が運行されている。基本的にすべての列車が各駅停車である。DLR 路線図。ありがとうございます。